はい、皆様こんにちは、こんばんは。今日も新しい枕目編みをご一緒にしたいと思っております。今日はですね、ダークグリーンとシュアカですね。でジリ色がダークグリーンになって、もうあのこのシュアカで中心に来させてピリッと引き締めた感じの首輪を作りたいと思います。でだいたい幅が少し幅広めになりますので、小型犬でも割と大きく育った子、そしてある程度首が、まあ小型犬のトイプードル系なんかでも、このぐらいの幅だったらやってやれないことはないんですけども、ちょっと首のあるワンちゃん犬種の子向きですね。中型犬にもよろしいかと思います。はい、では早速いきますが、いつも通り端の始末なんですが、端はのほつれないように芯を少し抜いた後に、引き出して抜いた後に、これはほつれ止めです。こちらも一緒です。こちらも少し中をつついて、先っちょつついて白い芯を取り出して、まあ、2センチ1センチそのぐらいつついて取り出してカットしてほつれ止めをしてください。そしてから入りますが、ライターで炙ってほつれ止めをするといいですね。もうね、ほっとくとどこまでもほつれが始まりますので、こうして少しだけ当ててとか、先っちょほどし溶かしておいてください。でこれは2つ折りにして、こちらの今日使った材料の寸法も全部概要欄に書いておきますので、後からご確認ください。そして2つ折りにして、 G 色になる部分の首は少し長めが必要です。そして今回は2つ折りにした山を、まあ、山から入れてもいいし、あ、入りましたね。こうして入れて、でもその時にもう D 缶入れてしまいます。D 缶を入れて、もうこの輪の中に差し込みます。この今日のやり方も何回か動画で同じようなやり方をやっておりますので、まあ、ご覧になった方もいらっしゃるかと思いますけども、切って溶かして取り付け、溶かして同士を貼り付けるというのいうやり方もあるんですが、やはり丈夫さを一番に考えると、あんまり切ったとこ同士を貼り合わせるよりは、つながったまんまで一つの首輪作った方が丈夫さは丈夫ですので、できるだけそういうふうにできるものの場合はそのように進めていきたいと思っております。でここでちゃんと中心が来てるかどうかで今調節しました。そして今度は今この時点で反対側の首輪の方に、あら、反対側の首輪の方に、なんかちょっと寸法が、上から入れます。上から入れて芯の長さを今度確認しますね。芯の長さを確認する前に、交差してるか、交差してはいけませんので、交差してないかどうかの確認ですね。表側の D 缶がついた側はこの形で止まってます。ここにループが渡ってます。で芯、これが芯で、あとこちらが反対側ですね。でこのロープが交差してないことをしっかり確認と、ロープ自体がねじれてない方がいいので、ここでねじれを確認です。ロープ自体がねじれてると、なんかこうひっくり返ってしまうんですね。なのでこのねじれを確認。そしてここで今日私は26センチということで作ります。26センチ、ロープが見えてるところから見えてるところまでです。はい、若干大きかったですね。はい、そうしましたら今度は
長い方のロープを今こちらか左側右側からやっていきます。長い方のロープを真ん中から引き出して下から差し込みます。でここでもねじれに気をつけて、でできたループに取り込む、中に収めます。はい、ねじれに気をつけながら結びます。はい、この時点でちょっと芯の長さを再確認したいです。はい、大丈夫でした。そしたらもう片っぽの芯の長さはもう締めて決まってますから、あとはそちらに合わせるだけですので、同じぐらいの針にしましたらの長いロープを真ん中に出して、中心から出して、はい、ここに上から D カンを通して入れて上から差し込む。はい、でこういう形になります。そうしましたら、はい、次にそうしましたら、今一番端っこのこのロープの間に差し色を差し込んで、少し後始末のためのロープを出しておきます。あ、もしこれが動いてやりにくいようだったら、そうですね、ここに入れちゃいましょうかね。ここの2段目の下の段に入れといた方が落ち着きがあっていいかもしれません。こうやっておきます。そしてこちらちょっとこれ上に上げといて、でこちら右側からいきますが、押さえましょうかね。右側のロープ、長いロープをまずはすぐ隣のロープに入れます。で引き出します。そうしたらもう一回外側から今度ちょうど真ん中に入ります。こういう形になります。今こちら側の半分の2本の方の芯でやってます。そしたら今度はこの輪の中に入れるんです。こういう形になります。一コブ結ぶわけですね。そしてこの差し色のロープをこのできた結びコブの輪の中に入れるんです。でこれをぐーぐっと結びます。はい、そしたら次左側も一緒です。まず下、輪から下に外に出して、私これどうしましたかね、大丈夫かな、下から出してもう一回外側から内側に入ります。そしたらまたこの輪の中に差し込みまして、ひと結びするわけですよね。ひと結び、そしたら今度はこちらの差し色をここから出します。はい、結びます。こういうふうにね、結び込むのとの間にこう渡っていくんです。ですから次の結び込むの時に
今度は左側に右側に行きます。なのでこれの繰り返しなので今これが出てますね。今度右側、中から一度ロープを出し、そして再度また外側に行って、こうなってるところに、これロープのねじれもね気をつけてくださいね。綺麗にで膨らみがなくなっちゃうんですよね。でこういう風になってる間にこれを入れて結びこぶ作る、こうなりますよね。ここもね、決めてズルズルしないように決めてください。そしたら今度これをこの輪の中に入れるんです。そして締めます。締めるときは中途半端にしないで、元からきちんと締まるようになれるまではよく点検してください。そしてこう引っ張って締めます。で渡りましたね。そしたら次またこちら外側から内側に入って出して、でもう一回外に回して、今度は2本と2本の間に入れて、ここで結びこぶを作ります。こういう風になりますね。そしたら今度この赤いのを下から このできてる輪の中に入ります。だからこの赤色っていうのは裏と表をくる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 回っていくわけです。で入りましたら元々のこの締め具合をきちんと点検して、締まったところで締めて、でこの赤の力加減をちょっと気をつけて進むようにすると、ここがねきつくなったりゆっくなったりすると汚らしくなりますか、その辺ちょっと注意しながら、はい、でこういう風に進んでいくんですね。だ2本2本に分けて、まずは外側に行ってるものを一旦一番近いロープの内真ん中から出して、そしてまた外側に行ってからこの輪の中にをくぐらせます。こうなりますよね。結びこぶが一つできるわけです。そしたらこの中にこの差し色の先端を差し込みます。ねじれに注意をしながら入れて、ギュッと締めると中途半端に緩まないようにギュギュッと締めるところは締めて、結びこぶを安定させる。このロープのきれいに出来上がるポイントはやっぱりこの並びの平均化と、あとここのロープの渡りの力の入れ具合、それですね。これが全部がガタガタしてるとまとまらない感じになります。はい、でまた同じことの繰り返しです。
外側から真ん中、内側、一番近いところのロープの内側に入り、再度また表に出て、外に出て、今度は中心の2本と2本の間に入って、この輪の中に通して結びこぶを作る。こんな風になってるわけですよ。そしてこの結びこぶの真ん中にこのロープの頭を出して、ここで締めます。なのでちょっとロープの渡りはこう斜めになっていくんですけどね、こんな感じで進んでいきます。ですのでこれの2本のこの2本ずつのロープはただの芯になってますので、まあだいぶ今もちょっと私引き上げましたけども、少し進んだら引き上げていくと、まあ、もうちょっとこう模様がまとまりが出ますよね。これがくっついて、模様がくっついてくれますので、こんな風にして進みます。はい、でこれを行き止まるところまで進むわけです。はい、それではここまで編み終わりました。これであと始末に入ります。この場合は裏も表も似たようなこんな感じの模様、柄物になりました。それでは上下の後始末に行きたいと思います。そうしましたら最初のところの出だしのこの差し色のレンジはこのパーツの下の2段目の隙間に入ってきて出てきてますので、これはもうここを差し込むだけで OK です。もう一段いっときましょうかね。このね、溶かしたここが引っかかりますね。はい、これはこのままにしておきますね。ちょっと後からまた始末します。で、次ですが、ここを、大概私このやり方をどれにもしてしまうんですけども、やっぱり安心感があるので、この端っこ のパーツに引っ掛けたところに差し込んで裏に出します。ワンちゃん用の首輪なのでね、やはり丈夫さがないと心配で、ららら、あ、出ました。はい、こうして出しました。そしてあとは赤ですね。赤はもう直接ここに入れてしまいます。ここに全部入れて、
こうやって差し込みとくに、こういうライターで溶かしたところがどうしても引っかかるのでね、もしそれがなかなかスムーズにいかないようだったら、こうやって切り取ってください。後始末だけですから、あとは。で、これでよろしいかと思います。ちょっとここ慣らして。はい、そうしましたら、あとはカットしてライターで溶かしつけます。ここ3本のところは3本まとめて、それで念のため、ちょっとこれを、今回のは少しね、余裕のある編み方でしたから、もうちょっと切っときましょうか、赤いのが。で、真ん中にできるだけ寄せて。で、まな板で、炎の先端が当たるように、ですぐに押し付けてください。はい、大丈夫で、ちょっとかぶせとくとアラが隠せます。はい、では反対側。大丈夫ですね。はい、これで完成です。はい、まあ中型犬から、まあ小型犬でも体の大きな子から中型犬ですね。まあ寸法をちゃんとすれば大型犬にも対応できると思います。これだけしっかりした厚みがありますしね、幅もありますので、あとはサイズで大型犬用にすることも可能です。はい、では今日はここまでとなります。で、次回ですが、次回は同じ針編み方で、いつものように細い 2.4 ミリの丸線を使うと、またどんな風な感じになるのかということで、次回はね、この編み方、同じ編み方なんですけど、これだけ幅が違ってきますのでね、細いものの方がいいという方、そういうワンちゃん向きには細い方がよろしいかと思いますね。で、色味も変えて、全然雰囲気変えて、同じ編み方でちょっと試してみたいと思っております。はい、今日は以上、これまでとなります。何かご質問がありましたら、問い合わせメールの方からお問い合わせください。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お楽しみにお待ちください。失礼いたします。